はい、今日もお宝探し占い、現環境で最後のお宝探しやっていこうと思います。ちょっとね、負けが続いてるんで、ラプソーン入れてみました。はい、それぐらいですね。はい、ダイヤ1からまた5連敗して、ダイヤ2まで落ちてます。さて、拡張カードが水曜日に来るんですが、それで、現環境で最後ではないな。よく考えると。闘技場が今日あるだけで、現環境で最後なのは明日か。明後日か。なんか。興味あるのは、ルイーだから、性別違いの歴戦の冒険者が出てくるんじゃないかなっていうのがちょっと期待してますね。さっさと始めようぜ。ルイーだからはいろんな性別の歴戦の冒険者が出るでしょうという。うわ、クロスカッター、クロスカッター、2枚ランキング。よし、行くぜ。これダメなスタート。よっ。何が来るんだ。何にしようかしら。うわぁ、珍しい。どう攻めるか。そういうことやってくるんだ。あ、盗むいいね。やることなかったから。好きだらけだぜ。何型かわかる。あ、これは星屑がベリーベストだな。申し訳ないな。申し訳ないが、ありがとうございますと言うしかない。やれることはやったな。私のターンね。珍しいね。1ターン目に9使わないっていうの珍しいよね。新たな作戦なのか、他に使うカードがなかったのか、これレベル上げて2コスで叩こうとしたのか、2ダメージで叩こうとしたのに、まさかやられるとはなーっていう感じですかね。素晴らしい盗みだったね。さて、俺のターンだな。いつもいいの来いよ。また盗む。これは盗むから言っていいでしょう。もう一回。妖術師、妖術師。ホボロス。ゲマ。女神。地獄。まあ、地獄でいいかな。的にこうするぞ。ゲマも良さそうだね。何が来るんだ。やれることはやったな。さあ、行くよ。ターンこれだと10個をここにやる必要がないんだよな。どう攻めるか。打ってこないってことは、こっちでいいね。ユニットが出ないね。ユニットが出ないね。一旦遅らせたせいでユニットが出ない。ただのドローだけの感じになってる。ゲマとか来そうだな。来ない。やけどしても知らないわよ。このナイス星屑。これで妖術師が出てくると最低だ。口回しから来るの珍しいね。口回し2体面白いね。よし、行くぜ。クロスカッターじゃないんだよね、欲しいの。私と戦う？つまらない冗談はやめてほしいわね。さて、誰を連れて行くのかしら。面白いね。これもう一個出すのもいいんじゃないかな。個人的に思うのだが、いいか。
つまんない。ミッションあげたいけどこいつはやっつけないとちょっと話にならないんで。カイロスハント、やれることはやったな。もう時間がねえ。さあ行くよ。これが効きそうだな。次のターンだからお宝探しがすごい面白いことになりそう。これは今日は楽しいな。魔術師が来るとちょっと面倒くさいかな。クロスカッターか、俺が頑張ってくれるでしょう。まだこれが進んでないから、全然進んでないから、地獄か水脈かなんかにするんじゃないかな。ああそうだよね、地獄にする。そうしないと辛い。そっちに打つ。うまい、これはうまい。でも僕はやることがない。何が来るかしら。相手のターンにならないと2点入らないから。いい感じで回ってるね向こう。悔しいな、クロスカートは使えない。わあ、タヌもゴミ、全部殺されるってことか。地獄うめえな。悔しいことに地獄が非常に生きています。何が来るんだ。これは荒ぶるが楽しそうではあるな。でもまあこっちが使えるでしょ。全員死ぬっていうのが悲しい。地獄で。まあ次はしかしお宝探しですげえお得になりたい。まだあっち全然ダメージ受けてないしね。これはまずい。セレシアとか出てくると非常によろしくない。セレシア以外でお願いしますよ。ツボ、いや珍しいタイプだね。テンプレなやつを使わない面白いタイプの。ツボとか入れてってことは、エメラ入れずにシャドウ型なのかもしれないね。これが倒せないこともないか。これでも 2体放置してお宝探しするっていうのもどうかと思うんだよね。わざとあげる。ああ進めたいのか。ここで進めないと次のターンあれ行かないから。ぼーっとしてらんないわ。何を出すんだ。いや地獄が効いたな。アンクルホーン、考えが甘かったわ。よし強っ。何これ。味方ヒーローのレベル数分攻撃力が増す。このユニットの攻撃力は8以上になった。なんでそんなに攻撃力あるのこいつ。4567。クルホーンって強すぎね。いやー4点、これとこれで倒せないこともないが、なんか悔しいんでこっち行こう。まあ宝の匂いがするぜ。でもまあ仕方ないと思う。これすごいな。すごいけどみたいな。あーでもテンション上がってないからダメか。連携でコスト1を出す。いまいちだね。連携してない。もうベロニカちゃんたらお仕置きよ。くそ。ダメだダメだ、めっちゃ食らって終わる。何にしようかしら。メラメラメラゾーまで終わり。これやったらメラメラメラゾーまでやられそうだな。
考えが甘かったわね。弱い。ゴミ以下のクズめ。お前がゴミだ。愚か者めが。ちょっとお花を摘みに行ってくるわ。強い。どう攻めるか。さてと、マクロスカッターから行くしかないのは明白なんだが。クロスカッター。かしくね。これ。うん、こうでしょ。はベロニカちゃんたらお仕置きよ。何層もあったらもう終わりだけどな。来てちょうだい。いや、アンクルホンは強かったな。進化一戦。くそ、もう時間がね。あんまり俺を怒らせるなよ。くらえ。やれることはやったな。笑顔が大事よ。はえがお心眼一戦やってからの方がテンション上がったのか。メラゾーンもあるの。くそー、アンクルホン放置が良くなかったか。綺麗に決まったな。くそやろう。マジかよ、やられたな。アンクルホン放置しなければ可能性はあったか。悔しい。ランクは下がる一方、だだ下がり。ああまあでも、お宝探し占いがアジト2枚置けてできたんで楽しかったと言えるだろう。さあ、勝った試合見ましょう。数々の連敗の中で勝った試合があるかどうか。いつでもいいぜ。な、次の相手はお前か。よろしくな。俺のターン。さあ、ククールに珍しく勝った試合。ということは伝説ではないということかな。伝説じゃなかったら最初に何を使わないっていうのも珍しいよ。伝説にはほぼ勝てないからな。何が来るんだ。ナイン型テンション上げたいっていうのはトゲ、トゲ坊主を出したいからってことなんだよね、きっと。でもその分一旦遅れてる。地図張るのがそこにチャンスがあると僕は見て、盗むでゴッドライダー2枚盗めば勝ちだろう的な。どう攻めるか。いいぞいいぞ。好きだらけだぜ。チーズがなかったんで始まないと。素晴らしい。まあ、なかなか美味しいスタートだったでしょう。うわ、これはこれは修道院。しかも倒せない、倒せないし死にたくないという。私と戦う。つまらない冗談はやめてほしいわね。さて、誰を連れて行くのかしら。なかなかいい。せっかくだから2枚出してやる。で、これで出てくるのがこう性別違いのが出てくるんじゃないかなというのを期待してます。はい、魔法使いいよ、魔法使いいよ。これを倒す要になる。回復されると辛い。
おー、来た、修道院。しかし、その分回復できなかったんで、それが役に立つ。ナイス、魔法使いだ。2点与え。ナジトから行くというセコさん。あ、でもアジスから行くおかげでゼロコスでこれが置けて地図が進む。倒せた。これはでかい。次回復されたところだから、よく5点入れられたな、今。どうするこの駅船の魔法使いのおかげ。まあ、単語向きやがった。これはさすがに倒せないか。俺のターンだな。お前らで倒すという手が。これかなり計算して、もしかすると倒せるんじゃないかなという計算。ウドラーで耐えればなんとかなるか。仕方なく心外陰線2発撃つという。そうでもしないとやばいよね、これは。いやー、よく倒せた、マタンゴ。よし、イノマジンとかだったら最悪だったな。次うまくやればウドラーが出せるという。モンストドンは出てきても意味なくないか。出てきたターン終了時に死ぬでしょ。ああ、よかった。助かったわ。どう攻めるか。これはウドラーで行くのがいいんじゃないかな。それとも倒しに行くか。1、2、3。もう倒せる。1、2。ちょうどいい2頭と1頭が来てる。おお、歴戦の賢者で倒すという。これはなかなか有利な倒し方をした、この1点は何かのために取っておくと。貴重な1点だからな。簡単には修道院を先に出すのはもったいないんじゃないか。イノマジン修道院の方が良かったね。7-7はちょっと困るな。7-7は非常に困るな。ウドラーで耐えるか。つて殴って透明化させておいてウドラーっていうのでどうだ。アジトウドラーせこい。これも殴れないからこっち行くしかないね。問題はこれだ。これが殴った後に、俺のターンだ。殴った後に回復されるとニードルラッシュ。うっさー。でも、仁王立ちが出てくる。ナイス。帰って回復するかどうか。回復しちゃった。7、また倒せないと。でも、そろそろ、この修道院の期限が迫ってるから、なんとかなるかなというところで、神のお宝探し引き、来た。ここにかけるしかない。ブライ最高だ、ブライ最高だ。こいつが倒せる。天才ブライ。これはなかなかうまくいったでしょう。倒せたっていうところはでかい。メタキンも強い。さあどうだ、この配置素晴らしい。でテンション上げていいんじゃないかなと僕思ったんだけど、これ。そして前に繋げるっていう方法があった。ターヌから来て。ターヌと相性、修道院相性良くなさそうだけど。まだ2枚目。そうだよね。全然回ってない。そう、殴らない。さあ弱くなったこいつをどうするかと。勝負だ、勝負だ。もう本体勝負。こうなれば勝負だぜ。あとマヤがいるから、マヤ4点入る可能性があるから。あとこれでも6点ある。ここにも6点ある。あ、これで殴れば勝ってたもん。ちょっと、1、2、3、4、5、7、8、9点入ってたから。もしかすると終わってた？そんなことない。終わってたかもしれない。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11。2、2、13、14、15、16、17点入ってた。癒しの波動。いや、終わってはいないか。いやでも無理でしょ。ああ強い。これであれとあれの両方が死ぬと
結構きつい。平石になってくれた。素晴らしい。腰がお手上げさ。これはお宝探しがちだね。よかったよかった。しかしレジェンドは遠いんで、今月はもう諦めるかって感じですね。なかなか勝てない。はい。あと今夜は闘技場をやろうかなと思います。では。